聴ありがとうございます。楽しい番組、チャンネルの運気のあるの、小原です。愛知トリエンナーレ2019行ってきたの動画を作り始めた時は、3本もかからないなと思ってたんですけど、まだこれ続きますね。今回で終わらないです。今回はですね、名古屋市美術館に行った時の模様です。ここも会場になってました。そんなにも点数多くなかったんですけれども、あとですね、常設展示室の作品を見ることもできまして、モジリアーニ、藤田、シャガール、リーダーカールなんかの作品が見られるんですけれども、前回の愛知トリエンナーレの時もそれ見させていただきました。それらの作品はこの動画の中には出てきません。撮影は禁止でした。この動画で紹介している作品は撮影がかのところで撮ったものだけです。でですね、前回このトリエンナーレを見に来た時は、この常設展示室の作品を見てですね、ああこれまではこういう芸術っていうか美術の感動だったんだけど、ちょっと今回違うなって、それまでとは違う美術や芸術の感動がありまして、来てよかったなとか、変わっていくもんなんだなっていうことを感じました。で、今回女王の時代っていうことをテーマにやっている愛知トリエンナーレなんですけれども、何が女王なんだろうとか、女王って何とかね、ちょっとそこの辺がまだ、2つ目の会場を見て、ちょっとぼんやりと分かってきたんですけれども、それでも分かりにくかったなとかっていうのはありますね。それをすごく感じてました。これもですね、現代美術のやり方の一つだとは思うんですけれども、分かりづらかったですよね。ホームページを見てもすっと、あ、こういうものなんだろうなっていうのが分かんなくて、それがですね、別にそんな分かりやすければいいってことでもないかと思うんですけれども、こうパッと見てっていうか、この見ているうちにすごい魅力を感じて、どういうことってもっと調べてみたいなとか、そういう風でもなかったですね。私は現代美術作品で形がないものもあるとかと思うんですけれども、それでも感動だとか、あ、見に来てよかったなとか、ワクワクするものですが、魅力あるものと出会いたいっていう気持ちが大きかったんですけれども、今回その女王の時代っていう物差しで見ると、これはどうなんだろうって思いつつ、歩いてましたね。歩いてこれから愛知芸術文化センターに向かうことになりました。それでもですね、ここまで見ていくつかその私が思う美術の楽しさとか喜びとか感動もある作品ももちろんありました。それでもその女王の時代って何なんだろうって思って、愛知芸術文化センターに向かっています。いやー、結構ですね、歩くの疲れちゃいましたね。会場と会場の間、地下鉄だとかバスとか利用していけば、よかったんじゃないかと思うんですけれども、歩いていけるだろう、歩くしかないって思い込んで歩いてたんで、それで結構足がしんどくなりました。今栄中心部ですね、広小路のお祭りやってましたね。いろいろ見てきたいところもあったんですけれども、愛知芸術文化センターへ急ぎました。 そしてここですね、その手前まで来ています。さっきの広小路祭りもそうだったんですけれども、他に栄で寄りたいお店とかもあったんですけれども、それにですね、まだ全然ご飯とか食べてないんですよ。ここまで来る間にですね、途中自動販売機で冷たいものを3本ぐらい買ったかな、3本ぐらい買って飲んできました。愛知トリエンナーレ2019行ってきたのシリーズはまだ続きますので、お楽しみにしていただけたらと思います。じゃあまた、バイバイ。